はい、みんなおはよう、ジャッキーちゃん。はい、ということで本日の始まりました無駄らしまかない道場ですね。はい、本日はですね、豚バラ肉を使ってね、一品作っていこうじゃねえかっていうことになりました。それではね、早速焼き肉ね、もうビールも進むしね、ホッピーも進むし、飯も進んじゃうって一品ですね、作ってまいりましょう。はい、それではですね、まずレーターの方からね作ってまいりましょうか。これ何？もうニンニクよ、ニンニクね。はい、それではですね、このニンニクですね、はい、みじん切りねしていきましょうね。ガツンガツンね、こんな感じで、ガツンガツン、まあ粗みじんでもねいいかみたいな感じね。あとはね、こんな感じでガツンガツンパラリーネですね。ガツンガツンツリリンことね、ガツンガツン2かけぐらいでいいかな、2かけぐらいでね。はい、したらね、まあまあ粗いけど、これをね、ボールかなんかにね、スコールバ、キンコンカンと入れていきましょうか。ね。はい、スコールバ、キンコンカンですよ。スコールバ、キンコンカンですね。はい、こんな感じになりましたよ。はい、そうしたらね、タレの配合に入りたいと思います。はい、それではタレの配合ですね。何するのってことなんですが、はい、まずお酢ですね。はい、お酢をね、2ですね。はい、がっつりなと。1、2ですね。はい、お酢が2入りました。今日ね、豚肉酸っぱくなるよ、これ。ね、口を酸っぱく言っちゃいますけど。はい、そうしたらね、お醤油ですね。はい、お醤油ですね。はい、お醤油1。ね、はい、お醤油1。ね。はい、2、1の感じでね、入りました。はい、そうしたらお次は何かなっていうことなんですが。本日は豚バラのラー油焼きってことね、ラー油ですね。お、ラー油隙間だけね、ラー油は隙間だけね、ガッツガッツね入れていきましょう。どこを押すんだ、これか。はい、ガッチンガッチンガッチリいこうですね。はい、辛いの好きな人はね、ガッツにはねいっぱい入れてくださいね。はい、こんな感じでおねおめえこれ相当辛いんじゃねえこれみたい。まあね、豚バラ肉ラー油焼きってことなんでね、こんな感じになりました。はい、それではね、豚肉切って、あとはねこのレーターで焼いて、その前に、はい、丸鶏ギャーラスーピーの素ですね。はい、これ少しね入れときましょうか、レーターの方にね。まあ豚の旨味はあるんだけど、さらにね鶏の旨味を足しちゃおうぜみたいな感じです。あ、ちょん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 ですね。あ、ちょんちょんと、はい、こんな感じでね、あとはもう混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜりーのですね。これなんかのタレに似てない、これ。はい、おっしゃる通り、その通りね、座業のタレに似てるんですよね、これ実はね。このものって言ってもね、おかしくはないでしょう。はい、あとは混ぜ混ぜしますよ。はい、混ぜ混ぜ混ぜんティーに混ぜリノス。辛そうなんだけど、こんななっちゃったんですよ。大丈夫？大丈夫か、おい。はい、ということでね、次に進んでまいりましょう。はい、ちょっと豚肉切る前にね、レタースですね。はい、レタースの切り方はですね、こうちぎる。ね、こう包丁とかで切ると酸化して切ったところはね、茶色くなっちゃうんで、ちぎるみたいな感じですね。で、軽く洗うと、ね、あとはね、豚肉焼いてね、これに、飾るだけ、乗っけるだけみたいな感じです。はい、それではね、豚肉の方ですね、切ってまいりましょうか。豚バーリーですね、豚バーリーってことですよ。はい、それではですね、豚バラ2匹ですね、はい、切ってまいりましょうか。何グラムくらいなんだろうね、これね。はい、コングラムですね、コングラムレーションみたいなね、感じ見えてる？コングラムね。はい、それがね、そうですね、3等分ぐらいがねちょうどいいかなみたいなね。はい、1等分切れてね、や1等、あれ頼むよ、今日も2等分。はい、こんな感じでね、なりました。あとはもうこれ焼いてタレ絡めるだけで完成だからね、早いよ今日も。はい、ただいまですね、バービーコーナーの方にやってまいりました。天下一発ですね。はい、そしたらね、今日はごま油がいいね。やっぱ餃子とくればごま油って感じするもんね。餃子じゃねえからみたいな感じですね。はい、それではね、フライパンの方にね、油が馴染んだらね、豚バラニッキーね、焼いてタレ絡めて、はい、完成です。よっ、ということですね。はい、豚バラニッキーですね。はい、そろそろええかなね、1枚ずついった方がいいかな、これね。ガッツンガッツンツーリリンゴですね。だんだん面倒くさく最後ドカンで入れちゃうんですよね。はい、できるだけね、剥がすような感じでね、豚バラニッキーですね、これ2枚あるよ。はい、ガッツンガッツン、もうだんだん面倒くさくて、もうほら丸まっちゃってるよ、もう。はい、これ2枚入ってるよ。
ね、これだんだん面倒くさくなってるね、これね。最初は丁寧だけどね、なんか持続力ねえなおめえみたいな感じではないですか。はい、こんな感じになりました。はい、そしたらね、今日はね、下味ちょっとつけます。はい、お塩ですね。はい、ね、1回もいらないです。これね、タラリーノとね、タラライカ、1パーもいらないですよ、1パーもね。はい、こんな感じでね、豚肉なんかね、完全に火通しましょうかなってですね。はい、それでは、ガツンガツンタラリーガルですね。ガツンガツンタラリーノとね。はい、赤いとこあったらだる、おー、2枚くっついてるね。赤いとことかね、これくっついてるとこあるとね、非常にやばいんで、ガツガツンツリリンゴのね、赤いとこなくしていきますよ。あ、こんな感じでいいかな。え、もうほぼ完成よ、これ。ね。ガツンガツンツリリンゴですね。はい、じゃあ一回ここで火止めましょうか。垂れるんですね、跳ねるんでね。ちょっと待ってくださいよ。はい、それではね、レーターね、入れてまいりましょう。手前の方行こうか、まずね。すごい辛そうだね、これね。ラー油、これだもんね。いい匂いでもいい感じですよ、これ。はい、こんな感じで展開一般熱いたしましょうかね。はい、超強火でいっちゃう、これ。はい、あとはね、これ焼くときにむせないようにしてくださいね。酢が飛ぶんでね、結構むせたりしますね。はい、酸っぱい豚肉できてきたよ。うーわ、さすがに超強火すげえね。はい、ガツンガツンですね。はい、ガツン、うわ、むせる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 、はい、ちゃ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 、はめるはめるむせるむせるみたいなね。はい、こんな感じでよろしいんじゃねえの。一回火止めますよ。もう完成も同然だからね。はい、そしたらね、レターシーザーにね、ニンニクたっぷり、これスタミナついちゃうから、これね、いい匂い。なんかでも嗅いだことある匂いだな、これ。あ、酸っぱ、何の匂いだっけな、これ。こんな感じ。はいはい、そうしたらね、ここでもう一回火をつけてね、ちょっとね、タレを煮詰めていくような感じですね。まあ、要するにタレは酢が2、醤油が1、ラー油好きなだけ入れてくださいねってですね。はい、いい感じに全部ついてるんじゃない、これ。いい感じじゃないよ、これね。はい、煮詰まってきましたね。ニンニクにも完全に火が通ったんじゃない。あ、熱いな、ニンニク飛ぶから気をつけてよ。はい、そうしたら火を止めてね。はい、こいつですね。ちょっと手やけどしないように気をつけてよ。はい、上からこうラー油入ってんからね、油ギッシュでね、すごい熱いから気をつけて。はい、これで完成ですね。豚肉のラー油焼きですね。はい、それではテーブルの方に行ってガツガツ食べてまいりましょう。けー、うまそうですよ、今日も。はい、ということでただいますね、テーブルの方に、豚肉のラー油焼きですね、運んでまいりました。簡単でしょ。塩少々と、覚えてる、お酢がに醤油がいくつね。はい、わかんない人は見直してくださいよ。はい、最後にね、ヨマネーズですね、マヨネーズの方を添えさせていただきました。それではね、ちょっと飯がないんでね、行く、タッタタラタラタッタタラタラタッタタラリンラーイ。いやー、なんかキリンドラフトセミナーみたいのがあってさ、なんかこの前、去年でも、もう去年だね、去年ね、行ったんですが、まあ元からね、ドラフトセミナーの何、終了証書を持ってるんですがね、もう一回誘われたんで、もう一回行ってみようかなってね、行ってみました。そしたらね、美味しい瓶ビールとか缶ビールの吸い方ね、上からもうガツンガツン泡出して、で、泡が引いたら、本当はもうちょっと引いたらね、という感じで、おっとっとい、これで飲むとうめえぜ、泡ボコボコだね。はい、ということでね、まだ昼なんで、今日はね、ノンアルゼロで行きましょう。はい、シーハー、シーハーどこにあるのみたいなね、シーハーは、どこだ、じゃあまずは飲むか。いただきまーす。なんか泡ボコボコだね。ああ、最近のさ、ノンアルもうまくなってきたよね。まあ本物にはかなわないけどね。ちょっと箸持ってくるわ。はい、それではですね、ラー油焼きですね。豚バラのラー油焼きね、いってみましょうか。いただきます。結構辛いよ、これでも。辛酸っぱいって感じ。いただきます。いや、これどっから食べたことある味だ。なんだろう、餃子か。あ、うまい。辛酸っぱい、辛酸っぱい。はい、これ、とてます。なんか気分的に酔っちゃうねみたいな感じですね。おいしい、飯食いてえな。はい、それがね、ヨマネーズをね、ちょこっとつけて、これですよ、これね。いただきます、シブリング。
美味しい。なんかね、この酸っぱ辛さが癖になる。追い一味 してもいいかもしれないね、これね。追い一味いただきます。進むよ、進むくんですよ。じゃあ追い一味してみようかな、これね、みたいな感じですね。ぐるんぐるんと、ぐるんぐるん開いたね。はい、追い一味ね、バッツンバッツンバッツンありますけど、出てんのか。出てるぞ、たっぷり出ちゃってるぞ、これやばいね。はい、それではね、追い一味、うわ辛酸っぱそう、激辛だろうみたいなね、いただきます。レタスも食べようかな。あ、美味しい。一味の香りがいいね、またね。いただきます。美味しい。これ玉ねぎ入れてもね、美味しいからね。玉ねぎのちょっと甘みが結構引き立っちゃうんだね。でも美味しいから、肉だけじゃちょっとねって方にね、玉ねぎのね、串型切りっていうんですか、そういうの入れると非常に美味しくなりますよ。まじめんだけど、やっぱこの脂が乗ってる肉がいいね。豚バラとか、なんか鶏のもも肉とかね、乗ってないと胸肉とかどうなんだろうな。鶏皮とかはこれ同じ作り方ですげえうまくなるかもしれないな。今度やってみよう。よし。まじめ、やばいって。ね、なんか飲んだ気にさせるよね、最近のね、ゼロも。いただきます。何効果ってだけ、そういうの、なんか酒じゃないの、これ酒だよって飲ますと、なんかこう、なんか酔ってきちゃって、なんていうの、ドップラー効果じゃなくて、なんだっけ、サイフォン効果じゃなくて、なんだっけね、この片栗粉を飲ませておけば薬と間違えて体良くなるぜみたいな、何効果ってだけね。忘れました。気になる方はググってください。はい、ということで本日も最後までむだしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、豚バラ肉のラー油焼きですね。ほんと箸止まんない、止まってるけどね。これ撮影しなかったらもう止まんないから、息食いだからこれ。飯の上にぶっかけてもね、非常にね、なんだろう、この酸っぱい辛さだけど旨味十分入ってますよっていうね、感じですね。本当に美味しいんでね、ぜひとも作ってみてください。お父さんのおつまみ、お母さんのご飯のおかず、おばあちゃんの朝飯、おじいちゃんのミッドナイトパーティーのお供へとね、本当に受けること間違いなしでございます。はい、ということで言ったっけ、締めたっけ。本日も最後まで無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、豚バラ肉のラー油の作り方ですね、はい、非常に美味しいんでね、作ってみてください。はい、そして皆さんにね、一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の後がいいことも約1票入れていただければ幸せかと思われます。はい、そしてもう一つなんですが、まかない道場のレシピ本ついに発売になりましたね、よろしかったら一冊お手に取ってみていただけないでしょうか。ということで失礼いたします。いや、だいぶね、もう9月の今日何日、9月の15日ぐらいかね。違う、ちょっと待って、目悪いからね、はい、9月の何、8日7日、まあ、そんなもんね。ちょっと今カレンダーがねえんでね、分かんないですみたいな、感じですね。本当朝晩寒くなってきたんでね、風邪などひかないようにね、栄養あるお昼ご飯ね、美味しい晩ご飯食べてね、あったかい格好して寝てくださいね。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。じゃあね。